これまでのあらすじ。夜行特急サンライズ出雲に乗り東京へ向かう板前ゴリラ。2階ではなく1階の個室シングルでワクワクする。普段岩の上で寝てるのでベッドに感謝。あっという間に東京へ到着する。すると埼玉の緑亀と遭遇する。長時間の死闘の末、なんとかなんとか捕獲に成功する。地下鉄で来たという緑亀、埼玉の緑亀、共に東京タワーを目指すのであった。第3話、激闘緑亀のスプラッシュバトル。スプラッシュバトルを緑亀がやっていきます。あ、緑亀愛用の帽子、緑亀がやっていきます。これを板前ゴリラとプチコミ工業社長も実況に加わっていきますよ。プチコミ工業社長お願いします。社長、ライフチェックワンツー、ライフチェックワンツー、ライフチェックワンツー、あたし。へいへい、緑亀、お前いけるんですか。いけるんかい、緑亀はん。装着してもらってボートに乗るよりも調子に乗ってるんじゃんですか。調子に乗ってるんですか、緑亀はん。へいへい、女の人に触ってもらうのはお母さん以来ですか。ドキドキで正座してるんですかい。ドキドキの色をピンクで表現してるんですか。ピンクが似合う緑亀、似合う。 VR をヘッドセットに装着しよう。 VR が初めての緑亀、酔わないことを祈りやす。これ東京駅でできるってことね。いや、東京駅じゃなくて東京タワーでなんかイベントみたいな。東京タワーでたまたまやってたイベント。そう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 。アルコールしたんか、お前ちゃんと除菌したんかい。除菌はあのお姉さんがしてくれ。汚いでハンドル握ってんじゃうぜ。お姉さんがしてくれやしたんで大丈夫です。入念にしてやす。さあ、説明を聞いてます。ここで近くに OK。 ジャケットに乗ってんのお前ぐらいちゃうんですか。ジャケットにコート、似合わない、マッチしない服装と。ああ、そうなの。どこ見とんねん。女の人見てんちゃうぞ、緑やめ、おい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 。VR 越し女の人調子してトライしてんねん、お前。隙間からチャンスやったぜ。隙間から女の人のお尻見てんじゃうぞ、見てやめ。お姉さんに注意されたんですけど。ちょっと緑亀さん見すぎなんでしょ。教師してたかった。スタートが持つんですかね。ちょっと待てはやらなかったんで。人生で遅れてるからしゃあないよ。遅れ。45歳。もちろん俺は抵抗するで。どうやって抵抗するの。コーラで。かっこいい。さあスタート。あ、リアルなこの扇風機とかで風とかも当たりながらやってるわけね。画面にしたら風と水がシュパーッと風を受けて、風感じてると。お、何しとんねん。何を斜め向いとんねん。みんな動きでも。お、水が。カーブは。おお、やるやん。いいよ。これちょっとうまいよ。ちょっとうまいんかい。めちゃめちゃ君。シュー。緑亀今現在3位、4位か。4位ですね。
4着では3連打絡めませんよ。へえ、あ、かぶっちゃってうめえ、希望な才能を見せてんじゃん初挑戦で、おいち、あ、惜しい、あっと、あっと、あっと、おじこおじこ、全腹全腹、それでも4着、ここで、あっと、免許持ってるんですかい免許は原付だけですか、原付だけ、不免でいった、あと一周、おいいよ、2着、2、3、4、これ緑亀が2着に入ったことによって特大満州48万5千の配当でした。48万5千、すげえ緑亀、2、3、4、あたし、さあ緑亀は穴配当を呼んでくるってことね、すごいランプに名前入れれるんや、これ名前、みどりがひ、緑がきね、緑がね、ねえ、緑がめ、なんやねん緑がめ、ほんまお姉さん聞いてるやろこれえ、何言ってんの